はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、なんとかですね、大会のレベルは5まで来ました。今日はね、6以降やっていきます。さあ、レベル6、なんとかですね、ナンダさんね、ガチャからゲットしたんでいきます。こっからはですね、この燃料タンクね、使わないと無理です。6からですね、一気にこのポイントがね、3400ってね、どうなんでしょうね。もう特攻前提ですね。ナンダさんだけでちょっとどこまでいけるのか。やはりレベル90を考えると、まあ、特攻いるよね、まあ、現状あとコマスタンガチャから出すか、もしくはやっぱりね、この週末来る途中追加のぶっ壊れ、これに期待だよね。まあ、ワンチャン復刻ガチャ、まあ、特殊能力持ち付きキャラ、この辺りに期待する。まあ、あとはね、週末特殊能力特大なんていうのもねあるんで、やっていきましょうか。それまでにちょっとね、この妖魔カップのね、このコントロールさばき、まあ、フリックしかないんですけども、これをねちょっと鍛えておきたいなと思います。まあ、基本はノーミスでねいけるように、まあ、ノーミスでっていうか1位さえ取れれば、それ以上はねポイント変わらないんで、まあ、確実に1位がね毎回取れるようにはねしていきたいなと思います。さあ、あいつを抜けば、おっと、わずかの差で2位と。お疲れ様する。さあ、これでですね、特攻なんださんで1056ポイントですね。まあ、プラス576ということで、そして86ポイント。さあ、フルパワーでだいたい1000ぐらいですね、今このパーティーで。1000出たとしてもですね、あと5個しかありません。苦しいよね。後半にやっぱりこのガソリンタンクで、ね、取っておかないといけないしね。最初のあたりはね、結構お助けとかでたくさんガソリンタンクドロップしたんですけども、途中からね全然ドロップしなくなったんだよね。やばいです。おそらく運営の方針として、最初落として途中閉めて、またイベント後半でドロップしやすくなるようにね、おそらくこれね変えてくると思います。運営もねうまいことやるよね。さあ、確実に1位を取っていきたい。できればこのタイムね更新したい。だいたいね、まあ、フレンドとか見ていても42秒あたりに団子状態ですね、みんなね。もう接戦ですよ。なので40秒切ったら一気にですね、ランキング上位に行けるんじゃないかなと思っています。今僕が42秒とかで、結構ね3000位とかなんで、まあまあいい感じですよ。まあ、できれば上位に入ってね、何かもらいたいとは思ってますけども、なかなか厳しい。もうワンミス命取り、このフリックね、だんだんでも難しくなってくるし、ずっとやってると疲れてくんだよね。やばい、トップ取れねえぜ。まあそれでもですね、ナンダさんいるんで、さあこれで1056ポイントいきましたね。なんとかこのガソリンタンク使ってフルパワーでいけば、まだなんとかなりそうです。184ポイント。さあ、スペシャルコインゲット。さあ、クリアしました。さあ、これで封印の方が進んだんじゃないでしょうか。今僕は42秒99ですね。結構接戦です。全体ランキングはやべえな、おい。計測不能、ポポソラリーク5位、19秒。もうみんなすげえじゃねえか。もう40秒切ったらやばいからね。フレンドでもやっぱり42秒、やっぱりそれ以上はね厳しい。さあ、フュードレッド行くぜ。これでですね、封印の方が1と2まで終わりました。さあ、これで、まあ、残り3、4、5、6とありますけども、まあ、ナンダさんいるんで、ワンチャンあるか、ないのか、行きたい。これを見ると、やっぱり封印3で大きくね、変わるのかなっていう、まあ、大きくって言っても微妙ですけども、さすがに厳しいな、攻撃厳しいな。
やっぱ封印4かな。厳しいね。6000攻撃は厳しい。さあ攻略のヒント見ていきましょうか。いつものようにポイント2つ、特攻使え、封印しろということで、ギミックありありですね。これは厳しい。ナンダさん活躍してくれ。さあそれではスコア対やっていきます。僕が今ダイヤモンドリーグです。スコアの方が149で15位ですね。ちょっとね、上位ランキング狙っていきますよ。スコアタポイントが導入されて、結構スコアタもね重要になってきました。なので、まあ、上位に入ってねポイントをねゲットしたい。さあ今週はニャーサ大物語のキャラを使うとスコアボーナスがつきます。なのでなるべくねニャーサキャラ使っていきましょうか。さあこんなパーティーでいきます。スコアアップはニャーサキャラがいないのでコマミでいきます。フィーバーゲージが溜まりやすい。スコア攻撃力アップはモナリザ並みですね。ニャーサ大物語攻撃力アッププラスデカプニーを作る。佐藤はリュータ使っていきます。攻撃力アッププラスデカプニーを作る。ダブルスキルがあります。そしてアタッカーはこちらナンダさん使っていきます。早速ゲットしたんでもう使っていきますよ。これはかなり強いキャラだよね。ダブルスキルがあります。まだ解放できていません。解放したいよね。そして復刻が噂されているフブヌダルク、今プラス7です。大量プリ消し、ダブルスキルがあります。さあこんなパーティーでいきましょうか。さああとはスコアボーナスがどれぐらいつくかなんだけど、まあ以前のようにねベラボーにつくことはないです。今までやばかったからね。昔のスコアタはねもうスコアボーナスだけで 100% とかね、 100% 以上とかね一気に何倍ってなりましたけども、最近の新スコアタはそんなことはありません。まあそれでもですね、スコアボーナスキャラ使えば何十パーセントとかはつくんで、まあ、持っていれば入れて使うのがいいかなと思います。さあ今週はモテアマスということで、なかなか追加キャラ来ませんね。引っ張るね、上もね。さああとはギミックがあってね、技ゲージ吸収とかね、そういうのがあるんで、まあ、ちょっといやらしい。まあその対策としてね、このデカプニ系のキャラをね多めに入れてやれば、まあワンチャン吸い取られてもね、もう一回ため直していくっていうね戦略が取れます。まあでもこの技ゲージ吸収とかは厳しいよね。スコアタでやっちゃうみたいなとこはありますけども、まあでも運営的にはね盛り上げようっていうことでしょうか。さあワンフィーバー終わりました。2回目のフィーバータイム目指して技ゲージ貯めていきます。さあ今回のこのナンダさんね、必殺技ギミックかっちょいい。早くダブルスキルが解放したい。ダブルスキルを解放するためにはこのレースのねレベルをね攻略しないといけないっていう、だからそこが厳しいよね。でもせっかくナンダさん取ったんで、まあイベントのねミッションでですね強敵のフュードレッドを倒せば限界突破も狙える、そしてスキルにも解放できるんで、なんとかしたいんだけどね、厳しい。まあ最近のプニプニの攻略で言えることなんだけど、焦ってはいけません。焦ったら運営の思うツボです。ここでねやはりどうしても欲しいんで課金していっちゃおうかって言ったら負けです。ここはねちょっとじっくり我慢比べだよね。様子見ます。週末多分大きく動くんで、そのチャンスをね伺った方がいいかなと思います。無理に行くよりは冷静にね行きましょうか。さあコンティニュー行きます。タイム玉をうまく使って、さあちょっと残り時間厳しいか。さあなんとかね順位の方を上げていきたい。ダイヤモンドリーグなかなか厳しいよね。さあコンティニュー使ってちょっとギリギリまで粘りましょうか。フィーバータイム外ですけども、少しでもちょっとスコアをね伸ばしていきます。さあナンダさんこのギミックかっちょいい。
さあここまでか、ちょっと残念ですけども。さあスコアボーナスが 60% ついています。結構でかいね。さあこれで順位の方が、おっと5位まで上がりました。ちょっとね、週末あと2日頑張っていきます。